キモすぎる。時行を追い詰める新たな敵、召喚がヤバすぎることについてここで語ろうぜ。ではどうぞ。なんでずっとアリたかってるんですか？アリが模様じゃない。召喚の着物のアリの集団、視聴者の生理的嫌悪感を最大限に引き出すリアルさでゾワゾワする。よい、召喚おじさんのアリ動いて敵も、そこはアニメーションしなくていいから。アリのが強すぎて気持ちるいい意味でよりしげとのインドカレー屋の店主みたいな目つき吹いた。あとは鍵身がどやったり品性。って言ったり思い出して恥ずかしがったりするところ全部いいなぁ。米を食いまくるのさくらさんか。手を舐めてても全然エロくないわ。あのアリはなんなん？この坊主キャラ、アリが取り付いているのか。吉野地の坊主などムカデだぞ甘いな待て。アリが出るアニメ、改めて神アニメです。よろしくお願いします。時行 vs 召喚の戦いがどう描かれるのか、どんな表情どんな動きで見せてくれるのかを私はずっと楽しみにしていたんだ。ゾクゾクさせてほしい。あやこに頑張れ頑張れされてた若さまかわいい。手加減ってレベルじゃない。手取り足取りされてるレベル。キュンってしちゃうあやこもなでなでされる若もどっちも可愛い。未来が見えずに混乱するよりしげだが、時行が逃げることに興奮を覚えるド変態だというのは完全に正しいし、そのド変態が発露する瞬間が見たくて私は逃げ若を追っている。まあ北条時行って一族の仇である後醍醐天皇におり、一族の仇である新田義貞の息子忠司卿ともなれ合ってるくせに、足利尊氏だけには反抗し続けた人だから、彼を正当化するために尊氏は化け物でなくちゃならないんだろうな。この村が100人のせいで鉄壁の要害となるなら長者党のメンツで100人力を発揮すればよいのだな。死体を埋めずにそのままなのは、その暇もなかったのと冬だからかな。かっこいい武士召喚来たんごねー。下道だけど嫌いになれないわ。いや、組織のトップを偵察任務に行かせるなよ。時行と綾子のシーンはやっぱり最高だよ。諏訪湖にワカサギが入ったのは大正期に霞ヶ浦から入れたのが始まりなんですよね。最近は卵が取れなくなってきたので野尻湖から入れてるとかなんとか、まるで歓喜軍みたいな小笠原の新手から村を守って腹ペコイケメン剣士剣軍師の吹雪とちびっこゲリラ集団を家臣に迎えることができるかどうか。村を襲うと新たなる刺客が来た。アキラ党は村を守ることができるのか？あとしずくたんかわいい。吹雪が手の甲についた米粒食べる時の仕草、あまりにも力が入りすぎでしょ。あのシーンで沼に落とそうとしてる？起きたんだけど。シャア大好きな悪役を大好きな役者さんが演じてる。スカ吹雪の役者さん伝示の人なの。めっちゃかっこいいじゃん。不意打ちで手についた米粒ペロペロすんな。死人が出るでしょ。そんでその寒さは若様に温めてもらいなさい。今、すぐに。逃げ若スタッフ、時行くんの可愛い描写には手を抜かない制作人なので助かる。よりしげってこんなにも血筋が絶えることを心配してたんだ。死んだらどうするっていう言い回しじゃなくて血筋が、という言い方が印象に残った。原作勢としては、召喚もめっちゃ注目キャラなのよ。やっぱアニメ化されると畜生感ますね。召喚おじさんのアリ動いて敵も、そこはアニメーションしなくていいから。いやー、幼子でも戦力になるのはそうなんだけどさ、10にも満たない子が危機として人を殺す仕掛けを作ってるのはさ、乱世ってやだね。未来が見えない木に入ったよりしげ面白すぎる。カレーの店主の例えめっちゃ笑った。ふぶきくんかっこよかったな。僧兵の方残落だったな。前半ギャグ多めだったから後半ヒッてなったよ。新キャラふぶきが周囲を取り囲む松明の日と共に現れる。ふぶきいきなり出てきた。かっこいい。時行が見下ろした鎌倉の場所、登りに行こう。時行様の低層を狙う新たな爽やくイケメン。ふぶきくん、女性視聴者に圧倒的人気のふぶくんじゃないですか。松井先生って風刺ネタが得意なんだけど、舞台が舞台だけに無理やりにでもこういう小ネタを入れてくるのが好き。こんなピンチに思うことがそれかよ。手を抜かれてドヤ顔してた若がかわいそうでしょ。守られてるばっかりは嫌やわ。うちも守りたい。小次郎も綾子も、時々を甘やかしていた。薬指と小指離してるとか力入れてないのバレバレっすね。当分の間、綾子に力で負けたままです。今気づいたけどこれ戦隊か？追加戦士が最初敵とか。また新手のショタ登場。松井先生&にぎわか制作委員会はショタ好きを全力で見事しさせる気満々なのかと。当たり前のようにのうぶ者がいる鎌倉末期。お姉ちゃんに手取り足取り稽古されてるときゆきちゃんとそれに興奮するあやこちゃん、おねしょたがはかどるんよ。そういやにぎわかでも忍びの現場や現場の父親は金銭にこだわっていたけど、なんで偽金市中線を作ろうとしなかったんだろうな。作中に出てくる忍ぶたちの技術力や発想力なら偽金くらい作れそうなものだが、そこまでの技術力はなかったのかな。喉から手が出るときゆき殿何が何でも欲しいものが出てきたときに使おう。備蓄が尽きた理由全部自分で食ったから。そして吹雪くん、戦闘も強いが戦略にも長けている。ただし燃費はくっそ悪い。戦う美少女キャラの晒し姿は男のローマン断言。飯粒に小便混ぜてたやつが注意する資格ないよ。脳のブドウ糖消費が多すぎる。付き添いのおかっぱちゃんかわいい。さくな姫様もぶち切れそうなほどもりもり食っとる。逃げはか、逃げてもいいんだ負けてもいいんだいずれ勝つその日まで仲間と共に研鑽を積むのだ。とどこまでも勝利友情努力のジャンプ漫画。内緒で剣術も教わりたいか。セリフで兵法と聞いているとどうしてもパリピ孔明が脳内にカットインしてくる。村を守って敵も倒す。どっちもやらなくっちゃならないのが北条の辛いところだな。若も親兄弟なくして、心の整理もできぬ間に鎌倉は慣れたからね。遺体を放置すると疫病の元になるわよ。埋めるなり焼くなりしないと。綾子がアニメで可愛さ増してるのと同じように吹雪がアニメで一気さ増し増しになってる。確か、三国志でも董卓が占拠したところとかがそういう拠点なんだっけ？その顔の3色のペイント、お前も未来見てない？額に仏にすれば棒肉に重ならないということは知ってるこの東地坊主。アゴアバ面相並び替えるのか。なるほど。南無阿弥陀仏を悪用すんな 100% ちゃうぞ滝汗。米を食いまくるの桜さんか。手を舐めてても全然エロくないわ。あのアリはなんなん。いやー実に最高の回でした。小次郎キュンの脇が拝めたのでおじさんもう幸せがたまりませんわー。今週のにぎわかも楽しかった。吹雪くんが色気たっぷりで大満足。次は密室鬼ごっこで興奮する若が見れると思うとワクワクしかねえ。初めて聞いた時は若種随筆たしなんでだと思って歌詞を確認してしまったなぁ。結構チートでいつも大活躍な未来史。この時代とこの状況だし見えない時に襲ってくる不安が余計にでかいんだろうなぁ。逃げることに興奮を覚えるど変態と暇なカレー屋の店主でめっちゃ笑った。召喚の声が真面目人っぽい。確かに元は武士だし、真面目に悪党をやってしまって、入れ込んじゃったのかな。と本人の性質を妄想している。なんとなくだけど時行くんちょっと大きくなった小仲間も増えそうだしよかった。って思ったけどまたせんか。まあ、大丈夫だよね。村で出会った吹雪くん、燃費が悪いのはともかく戦闘戦略も有能なので同次郎時行が説得するか、CV 東地の 100% 坊主軍団がやってくるまで時間はないぞ迎撃どうするかですねと、小次郎と綾子の二人と互角に戦える吹雪、作中内での戦力バランスを考えるとチート級に強い。吹雪くんバチクソのイケメン。ありがとう。もっと彼の活躍が見たいです。現場、逃げるぞ棒ってお前、なんだかんだ若様のことも守る気じゃん。にぎわかの吹雪の例えが義務教育を受けたデンジは笑ってしまった。味方サイドの最強キャラが弱体化してメンタル雑魚になる展開大好き。にぎわかの五代犬はクズすぎる所要で話題になってたがアニメ7話で登場した召喚や原作に登場するドキライオンに比べれば下道の部類でも可愛いレベルなんだよな。今回は以上になります。このチャンネルでは最新のアニメのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。